マリー・アントワネット・ジョゼフ・ジャンヌド・アプスブルイ・コール・ロレーヌ・ドートリシュは、フランス国王類16世の王妃。オーストリアとフランスの政治的同盟のためにと次、フランスの資本主義革命である1789年の、フランス革命で処刑された。新セローマ皇帝フランツ1世と、オーストリア女大公マリア・テレジアとの娘。 ヨーロッパ史学者の山上翔太郎によれば、アントワネットは、美貌、純情な反面、軽率、わがままな人物で、ベルサイユの宮廷生活での協楽や、浪費などから、赤字夫人、オーストリア女と呼ばれた。1785年の王妃をめぐる無実の詐欺事件、首飾り事件も、結果的に国民の反感へとつながった。辞書、辞典によると、ランピア、 民衆別紙によって国民から反発されており、また様々な改革に常に反対し、青年貴族たちとの情愛に溺れた。1789年のフランス革命に反対し、宮廷の反革命勢力を形成したアントワネットは、立憲君主制派へ接近することさえも拒んだ。君主制維持を目的として、武力干渉を諸外国に要請し、特に、 ウィーン宮廷との秘密交渉を進め、外国軍隊のフランス侵入を期待した。しかしバレンヌ逃亡に失敗、反革命の中心人物として処刑された。アントワネットについて、オックスフォード大学出版局の世界百科事典では、彼女の協落と浪費の生活は、1789年のフランス革命勃発を促進したと解説されており、 アスル世界電気百科事典では、彼女の浪費的な生活様式は、贅沢なパーティー及び高価な衣服や宝石を含んでおり、ほとんどのフランス市民の間で不評になったとされている。世界史の女性、電気百科事典には、以下の解説がある。マリー・アントワネットは、失墜し、嫌われた、君主制のまさに象徴だった。 近代史における最も深淵に象徴的な革命の中にあって、虚栄心にまつわるあらゆる予言を悲惨に成就した。パリカトリック大学講師のエマニュエル・ド・バリクールは、マリー・アントワネットと五人の男のエピローグ賞で次の通り述べている。15世紀続いたフランス王政を代表する王妃を挙げるなら、マリー・アントワネットだろう。激動期を象徴する人物の例に漏れず、 彼女も現代に至っても、なお、王妃そして女性として、憎悪や崇拝の幻想の対象とされている。いや、生前からそうだったのではないか。バリクールによると、アントワネットについての賛否両論は尽きない。一方では、キリスト教的にアントワネットを理想化、聖女化する見方があり、彼女はとみなされている。もう一方の否定的見方では、 彼女に関してとされる。これらの両論について、バリクールは、公表する。現代でもこうした視点の対立は続いているが、いずれの記憶も病的で、治療が必要だ。徳は中央に、ありという古代ローマのことわざの通り、おそらく真実はこの二つの中間にあるのだろう。小説好きの彼女は、愛よりも、現実離れしたものを愛した。 誘惑者よりも誘惑を愛した。チュイルリー宮殿に遊兵されていた彼女が外部との通信の暗号化に際して、ポールト・ビルジニーを用いたことは、注目に値する。彼女は常に夢見がちな面を持ち続け、極度に理想化された人間関係を求めた。少女時代のアントーニア1755年11月2日、神聖ローマ皇帝フランス一世とオーストリア。 女大公マリア・テレジアの11女として、ウィーンで誕生した。ドイツ5名は、マリア・アントーニア・ヨーゼファ、ヨハンナ・フォン・ハップスブルク・ロート・リンゲン。イタリア語やダンス、作曲家、グルックの下で身につけたハープや、クラブさんなどの演奏を得意とした。3歳年上のマリア・カロリーナが嫁ぐまでは同じ部屋で、養育され、姉妹は、非常に仲が良かった。オーストリア宮廷は、 非常に家庭的で、幼い頃から家族揃って、狩りに出かけたり、家族で、バレエやオペラを観覧したりした。また幼い頃から、バレエやオペラをミコラが演じている。当時のオーストリアは、プロイセンの脅威から伝統的な外交関係を転換して、フランスとの同盟関係を深めようとしており、その一環として、母、マリア・テレジアは、自分の娘と、 フランス国王ルイ15世の孫、ルイオーギュストとの政略結婚を格索した。当初は、マリアカロリーナがその候補であったが、ナポリ王と婚約していたすぐ上の姉マリア・ヨーゼファが1767年、結婚直前に休止したため、翌1768年に、急遽マリアカロリーナが、ナポリのフェルディナンド4世へと継ぐことになった。そのため、 アントーニアがフランスとの政略結婚候補に繰り上がった。1763年5月、結婚の施設として、メルシー伯爵が中仏大使としてフランスに派遣されたが、ルイ・オーギュストの父で、王太子ルイ・フェルディナン、母マリー・ジョゼフ・ド・サクスが共に結婚に反対で、交渉ははかばかしくは進まなかった。1765年にルイ・フェルディナンが死去した。 1769年6月、ようやく、ルイ15世からマリア・テレッジアへ、婚約文書が送られた。この時アントーニアはまだ、フランス語が習得できていなかったため、オルレアン司教である、ベルモン神父について、本格的に学習を開始することとなった。1770年5月16日、マリア・アントーニアが14歳の時、王大使となっていたルイとの結婚式が、 ベルサイユ宮殿にて挙行され、アントーニアは、フランス王大使妃、マリー・アントワネットと呼ばれることとなった。この時、マリー・アントワネットの参加が作られ、盛大に祝福された。デュバリー夫人との対立婚姻の儀式の、様子結婚すると間もなく、ルイ15世の長期デュバリー夫人と対立する。もともとデュバリー夫人と対立していた、ルイ15世の娘、 アデライドが率いるビクトワール、ソフィーラに焚き付けられたのだが、娼婦や愛称が嫌いな母、マリア・テレジアの影響を受けたアントワネットは、デュバリー夫人の羊の悪さや存在を憎み、徹底的に宮廷内で無視し続けた。当時のしきたりにより、デュバリー夫人からアントワネットに声をかけることは、禁止されていた。宮廷内はアントワネット派とデュバリー夫人派に分かれ、 アントワネットがいつデュバリー夫人に話しかけるかの話題で持ちきりであったと伝えられている1769年の肖像が類15世はこの対立に激怒し母マリアテレジアからも対立をやめるよう忠告を受けたアントワネットは1771年7月に貴婦人たちの集まりでデュバリー夫人に声をかけることになったしかし声をかける寸前に アデライド王女が、突如、アントワネットの前に走り出て、さあ、時間でございます。ビクトワールの部屋に行って、国王陛下を、お待ちしましょう。と言い放ち、皆が唖然とする中で、アントワネットを引っ張って退場したと言われている。二人の対決は1772年1月1日に、新年の挨拶に訪れたデュバリー夫人に対し、あらかじめ用意された筋書き通りに、 本日のベルサイユは大層な人でですことと、アントワネットが声をかけることで、表向きは集結した。その後、アントワネットは、アデライド・オージョラとは距離を置くようになった。結婚生活王と王妃の結婚を祝う、メダルマリー・アントワネットとルイ16世との夫婦仲は、あまり良くなかったと語られることが多いが、マリー・アントワネットは、ルイ16世のことを慕っており、 ルイ16世もマリー・アントワネットに対して好意はあったとされている。しかし、互いの気持ちがうまく疎通できていなかったことにより、フランス革命間際までは距離を取りがちであった。また、マリー・アントワネットとルイ16世の部屋をつなぐ隠し通路があったものの、使われることはほとんどなかった。新婚生活はラミュエット宮殿でも送ったが、 子供が生まれず性生活を疑った母親、マリア・テレジアより、1777年4月、マリー・アントワネットの長兄・ヨーゼフ2世がこの地の、新婚夫妻のもとに使わされ、夫妻それぞれの相談に応じた。翌1778年、結婚生活7年目にして、待望の子供、マリー・テレーズ・シャルロットが生まれた。乗馬服のアントワネット。 王妃の村里での農夫姿のアントワネット。母、マリア・テレジアは、娘の身を案じ、たびたび手紙を送って戒めていたが、効果はなかった。時に、パリのオペラ座で、仮面舞踏会に遊び、また賭爆にも、強敵に熱中したと言われる。賭爆に関しては、子供が生まれたことをきっかけに訪れた心境の変化から止めている。 ただの向こう水な浪費家でしかないように語られる反面、自らのために城を建築したりもせず、宮廷内で貧困にある者の,のための看破を募ったり、子供らにおもちゃを我慢させたりもしていた。母親としては、いい母親であったようで、もともとポンパドゥール夫人のために建てられるも、完成直後に当人が死んで無人だった、プチトリアノン宮殿を与えられてからは、王妃の村里と、そこに、 家畜用の庭ないし農場を増設し、子供を育てながら家畜を眺める生活を送っていたという。フランス王妃として王妃となったアントワネット1778年1781年1774年、ルイ16世の即位によりフランス王妃となった。王妃になったアントワネットは朝の石鹸を簡素化させたり、 全王族の食事風景を公開することや、王妃に直接物を渡してはならないなどのベルサイユの習慣や儀式を廃し、緩和させた。しかし、誰が王妃に下着を渡すかでもめたり、停心の地位によって、便器の形が違ったりすることが一種のステータスであった。宮廷内の人々にとっては、アントワネットが彼らが無駄だと知りながらも、今まで、 大切にしてきた特権を奪う形になり、逆に反感を買った。こうした中で、マリー・アントワネットとスウェーデンの貴族アクセル・フォンフェルセン、白尺との浮き名が、宮廷では、もっぱらの噂となった。地味な人物である夫の類十16世を見下している、ところもあったという。ただしこれは彼女だけではなく大勢の貴族たちの、間にも、そのような傾向は見られたらしい。一方、 彼女は大貴族たちを無視し、彼女の蝶に加われなかった貴族たちは、彼女とその長身をこぞって避難した。彼らは宮廷を去った、アデライード王女や宮廷を追われたデュバリー夫人の、居城にしばしば集まっていた。ベルサイユ以外の場所、特にパリではアントワネットへの抽象がひどかったという。多くは、流言飛後の打だ,だったが、結果的にこれらの抽象が、 パリの民衆の像をかき立てることとなった。1785年には、マリー・アントワネットの名を語った、詐欺師集団による、ブルボン王朝末期を象徴するスキャンダルである、首飾り事件が発生する。このように彼女に関する騒動は耐えなかった。首飾り事件の元となったダイヤの首飾り。金5 0 0ラム相当の価値があった。 脱出時の王妃逃亡の慌ただしさの中で描かれ、顔以外は再色されず未完成である、遊兵中の王妃1789年7月14日、フランスでは王政に対する民衆の不満が爆発し、革命が勃発した。ポリニャック公爵夫人ら、それまで、マリー・アントワネットから、多大な恩恵を受けていた貴族たちは彼女を見捨てた、格好で国外に亡命してしまう。 彼女に最後まで誠実だったのは、大妹エリザベートとランバル公妃だけであった。国王一家は、ベルサイユ宮殿から、パリのチュイルリー宮殿に身柄を移されたが、そこで、マリー・アントワネットは、フェルセンの力を借り、フランスを脱走して、オーストリアにいる兄レオポルト2世に助けを求めようと、計画する。1791年6月20日、計画は、実行に移され、 国王一家は庶民に化けてパリを脱出する。アントワネットも家庭教師に化けた。フェルセンは疑惑をそらすために国王とマリー・アントワネットは別々に行動することを進めたが、マリー・アントワネットは家族全員が乗れる、広くて豪車なベルリン馬車に乗ることを主張して譲らず、結局ベルリン馬車が用意された。また馬車には銀食器、 衣装、ダンス、食料品などの日用品や、喉がすぐ乾く国王のために酒蔵一粒分のワインが積み込まれた。このため、もともと足の遅い馬車の進行速度をさらに遅らせてしまい、逃亡計画を大いに狂わせることとなった。結局、国境近くのバレンムで、身元が発覚し、6月25日にパリへ連れ戻される。このバレンム事件により、 国王一家は親国王派の国民からも見放されてしまう。1792年、フランス革命戦争が勃発すると、マリー・アントワネットが敵軍に、フランス軍の作戦を漏らしているとの噂が立った。8月10日、パリ市民と義勇兵は、チュイルリー宮殿を襲撃し、マリー・アントワネット、ルイ16世、マリー・テレーズ、ルイ・シャルル、 エリザベート王女の国王一家は、タンプル島に遊兵される。タンプル島では、遊兵生活とは家え家族でチェスを楽しんだり、楽器を演奏したり、子供の勉強を見たりするなど、束の間の家族団らんの時間があった。10皿以上の夕食、30人のお張り子を雇うなど、待遇は、決して悪くなかった。 ギロチン大へ引き立てられる、アントワネット1793年1月、革命裁判は、夫のルイ16世に死刑判決を下し、ギロチンによる斬首刑とした。7月3日、大位継承者のルイ17世と引き離される。タンプル島の開花に移され、ルイ17世は後継人となった、ジャコバン派の靴屋であるアントワーヌ・シモンをはじめとする。 革命急進派から虐待を受けた。マリー・アントワネットは8月2日に、コンシェルジュリー監獄に、囚人、第280号として移送され、その後裁判が行われた。しかし、アントワネットは提示された罪状について、ほぼ無罪を主張し、裁判は予想以上に難航。号を煮やした、裁判所は、ジャックル・ネー・ベールや、アナクサゴラス・ショーメットラに、 ルイ17世の非公開尋問を行い、母親に性的行為を強要されたとアントワネットが、息子に対して無理やりに近親相関を犯した胸を証言させた。しかし、このような口頭無形な証言は傍聴人からの反感を買うことになり、ロベスピエールを激怒させる結果となった。処刑前の王妃の様子のスケッチしかし、この出来事も判決を覆すまでには至らず、 10月15日に彼女は革命裁判で死刑判決を受け、翌10月16日、コンコルド広場において夫の後を追ってギロチン送りに処せられることとなった。処刑の前日、アントワネットはルイ16世の妹エリザベート宛ての遺書を書き残している。内容は犯罪者にとって死刑は恥ずべきものだが、無実の罪で弾頭台に送られるなら恥ずべきものでは、 ないというものであった。この遺書は、監守から後に、革命の独裁者となるロベスピエールに渡され、ロベスピエールはこれを、自出の書類入れに眠らせてしまう。遺書は、革命後に、再び発見され、革命家を、唯一生き延びた第一子のマリー・テレーズがこの文章を、読むのは1816年まで待たなければならなかった。 王妃マリー・アントワネットのギロチン処刑衣装を書き終えた、彼女は朝食についての希望を部屋係から聞かれると何もいりません。すべて終わりましたと述べたと言われ、そして白衣に白い帽子を身につけた。残首日、当日、マリー・アントワネットは特別な囚人として、声桶の荷車でギロチンへと引き立てられていった。コンシェルジュリーを出た時から、 苦なく死ねるように髪を短く刈り取られ両手を後ろ手に縛られていた。19世紀スコットランドの歴史家、アーチボルド・アリソンの表した1789年のフランス革命勃発からブルボン王朝復古までのヨーロッパ史などによれば、その最後の言葉は死刑執行人、シャルル・アンリ・サンソンの足を踏んでしまった際に発したお許しくださいね、ムッシュー。 わざとではありませんのよ、だとされている。通常はギロチンで、処刑の際に顔を下に向けるが、マリー・アントワネットの時には顔をわざと上に向け、上から歯が落ちてくるのが見えるようにされたという噂が流れたという説もある。最後の瞬間まで一輪のバラを手にしていたという。ギロチン処刑されたマリー・アントワネット。処刑後には、アントワネットの頭部を民衆にさらされ、 民衆は歓喜していたと言われている。10月16日の12時15分、ギロチンが降ろされ刑が執行された。それまで息を殺していた、何万という群衆は、共和国万歳、と叫び続けたという。その後、群衆は、中半の時間帯であったこともあり、一斉に退散し、広場は閑散とした。数名の憲兵がしばらく断頭台を見張っていたが、 やがて彼女の遺体は経理によって小さな手を死者に首は手を死者の足に乗せられ運び去られた。遺体はまず集団墓地となっていたマドレーヌ墓地に葬られた。後に王政復古が到来すると新しく国王となったルイ18世は私有地となっていた旧墓地を地権者から購入し兄夫婦の遺体の捜索を命じた。その際、 密かな王答派だった地権者が国王と王妃の遺体が埋葬された場所を植木で囲んでいたのが役に立った。発見されたマリー・アントワネットの亡骸はごく一部であったが、1815年1月21日、歴代のフランス国王が眠るサンドニ大聖堂に夫のルイ16世と共に改装された。サンドニ大聖堂の慰霊碑、世界大百科事典においてアントワネットは、 悲劇的な王妃ではあるが、かして、夫を軽んじ、王妃でありながら、国民を裏切ったと評されている。足立正和によると、現代の歴史研究では、特権階級への数形のために、マリー・アントワネットを、神々しい聖女に祀り上げることもなければ、革命期の三分分子たちのように、堕落しきった、式状況と貶めることもない。 革命から時代が離れたため、マリー・アントワネットは、利害関係なしに、歴史上の人物として扱われている。バリクールによれば、アントワネットとルイ16世の結婚は、オーストリア大公国と、フランス王国の政治的同盟のためだった。しかしこの同盟に反発する者はおり、王女たちもそうだった。ルイ15世の四女である、アデライド王女は、婚前のアントワネットを、 オーストリア女と呼んだ。アントワネットは、オーストリア王女として誇り高く、宮廷作法を愚弄することさえあったとバリクールは言う。ある時、乗っていたロバから落ちた彼女は笑いながら、急いで、ノアユ夫人を探してきてちょうだい。夫人なら、フランス王妃がロバを乗りこなせない場合に、宮廷作法はどう定めているかを、ご存知でしょうからと言った。 宮廷作法を拒んだり廃止させたりするアントワネットについて、カンパン夫人は、ベルサイユのしきたりに代わって、ウィーン宮廷の簡素な習慣を導入しようとしたことは、ご自身が想像するよりも有害な結果を引き起こした、などと書いており、セギュール伯爵は、若い夫妻の宮廷が軽率だったと後年の回想録に記した。一方で、記者たちは、我々の若く、 魅力的な王妃は形式ばらず簡素にと願うあまり、古い宮廷作法のあらゆる国定な枷を宮廷から追放したと書いていた。マリア・テレジアはアントアネットに対して国王に法外な出費を強いてはなりません。ましてや、浪費などは禁物ですと警告したが、娘は聞き入れなかった。バリクールが言うにはアントアネットはプチトリアノン階層に、 蒸気を一した額をかけ、さらに、村里を増援したことで、費用は、青天井になった。それは理想化された村のミニチュアのようなものであり、そこでのアントワネットは、全能の主張だった。バリクールによると、無邪気に遊ぶマリーは、国王の長期のように楽しみを追い求める、品位を書いたフランス王妃というイメージを巷に広めた。一方、アントワネットが、自分の、 村里の庭園でもてなした人々の中でも、リー・ニュ・大公やオーベル・キルヒ・ダンシャク夫人は、非常に肯定的な反応だった。歴史家のジャンシャロンもアントワネットについて、彼女は、雲の群れに乗ってさまよい、自らの手で天空の群れに餌をやる、伝説的羊飼いなのだと記した。また、アントワネットは1774年の即位時から、攻撃されていた。 18世紀フランスで最大級に暑い夏、アントワネットは、ルイ16世に、夜通しで夕涼みをする外出許可を頼んだ。彼は、あなたは、妙なことを思いつくものです。夜は寝るためにあるのですよ、などと言いながら許可した。アルトワ伯爵をいたずらで驚かすなど彼女の無邪気な、夜遊びは、風刺作家たちにより、相手が男だろうと女だろうと、 乱行する王秘蔵として知れ渡った。ルイ16世は怒ってアントワネットを咎め、その怒りはマリア・テレジアも同様だった。バリックールイくク、アントワネットは悪評について、本当はもっと警戒すべきだったのだが、相変わらず気にしなかった。1777年の夏にはアントワネットは夜の闇の中で、 若い陸軍事務官や王帝付き英兵とおしゃべりし、これが風刺化にされて、ルイ16世は再び憤慨した。こうした風刺化が元で数年後の首飾り事件では、王妃が夜にロアン・枢機卿教と密会したと信じられたほどだった。足立正和によると、アントワネットは革命に遭遇しなければ、悲劇の王妃になることはなかった。しかし、 悲劇的最後が不可避だったわけでもない。もともと資本主義革命が開始された理由は、君主制打倒のためではなかった。革命当初のスローガンは、国民、国王、国宝。であり、時代の雰囲気は、人民と君主が、憲法の下で協力すれば、世の中を改革できるというものだった。一部に流血が発生しても、革命家たちは、君主主義者だった。 革命開始から数年経過しても、君主主義や国王 B 期はロベスピエールにさえ相変わらず当てはまっていた。しかし、ルイ16世もマリー・アントワネットも後期を生かすことができなかった。アントワネットは非常に個性が強かった。当時の君主主義、封建主義の社会において期待される王秘蔵とは君主にそっと寄り添うような女性だった。 しかし彼女は最高に高貴な羊、身分について揺るぎない狂事を誇ると同時に近代的女性としての顔も持っていた。この王妃は普通の女の子として生きたいという願望を持ったが、そのように振る舞うことで様々な摩擦が生じ、徐々に評判は悪化した。アントワネットは王妃としての義務を果たさなければならぬと強く思ってはいた。その思いは、 王家の威信が危機に瀕するほど王家の立場が悪くなるほど一層表現された。彼女は革命から逃避するよりも対決することを選んだ。そのけなげな姿が共感を誘いもしたが、それは必ずしも正確な状況判断に基づいてはいなかった。王妃の2枚の肖像。1778年、1779年、アントワネットが 王妃になったのは18歳だったが、いかにも王妃らしい女性だった。フランス革命前の時代では、国家は王家の私有財産のようなものであり、君主が好きにしてよかった。アントワネットはそのような時代に生まれ育った。従って君主権が神聖にして犯すべからずであるという思いは彼女にとって自然だった。そのため君主権に 一般の国民が意義を唱えることに関して、忌まわしいとアントワネットは思っていた。彼女にとって、国は特権階級の所有物であり、主権システムは人民主権ではなく、君主主権でなければならず、他の人間や革命家が口を差し挟むこと自体が許せなかった。アントワネットからしてみれば、革命前の君主性が、まさしきものであり、何としてでも、 革命を潰して元の君主制回帰しようとした。一方、アントワネットは過去や君主制を解雇するだけの愚者ではなかった。彼女の考えでは立憲君主制は長続きしない。実際、革命後にナポレオン時代を経てフランス復興王政が発生したため、その点では彼女の考えは当たっていた。とはいえ、 ぶっ越した王政は16年しか保たなかった。1788年の肖像画、マリー・アントワネットは、フランス革命前にミニ州が貧困と、食糧難に陥った際、パンがなければお菓子を食べればいいじゃないと発言したと、紹介されることがある。原文は、普通、中、イルズメインジェントでラブリオーシュ、直訳すると、彼らはブリオッシュを食べるようにとなる。 ブリオッシュは現代ではパンの一種の扱いであるが、かつては原料は小麦粉、塩、水、イーストだけのパンでなく、バターと卵を使うことからお菓子の一種の扱いをされていたものである。お菓子ではなく、ケーキ、またはクロワッサンといったという変形もある。なお、フランスを代表するイメージであるクロワッサンやコーヒーを飲む習慣は、彼女がオーストリアから嫁いだ時に、 フランスに伝えられたと言われている。1791年の肖像がしかし、これは、マリー・アントワネット自身の言葉ではないことが、判明している。ルソーの、告白の、第6巻に、ワインを飲むためにパンを探したが見つけられないルソーが、カッシンからの、農民にはパンがありませんとの発言に対して、それなら、ブリオッシュを食べればよいと、猿対抗夫人が答えたことを思い出したとあり、 この記事が有力な原点の一つであると言われている。被護者で愛人でもあったバランプ人とルーソーが気まずくなり、マブリ家に家庭教師として出向いていた時代のことという。アルフォンスカーは1843年に出版した悪女たちの中で執筆の際には、この発言はすでにマリー・アントワネットのものとしてルフしていたが、 1760年出版のある本にトスカーナ大公国の公爵夫人のものとして紹介されていると書かれている。実際はこれは彼女を妬んだ他の貴族たちの作り話で、彼女自身は基金の際に子供の給定品を削って寄付したり、他の貴族たちから寄付金を集めたりするなど、国民を大事に思うとても心優しい人物であったとされる。 トスカーナは1760年当時、マリー・アントワネットの父である神聖ローマ皇帝、フランツ一世が所有しており、その後も、ハプスブルク家に受け継がれたことから、こじつけの理由の一端になったともされる。現代のフランスにおいて、この発言は今なおマリー・アントワネットを象徴する、ものだと信じられている。2016年、保守派議員のジャン・フランソはコペが、 パンをショコラの価格について言い間違えたのを、現代のマリー・アントワネットのようだと報じられた。幼いマリー・アントワネットの文学、歴史、フランス語、フランス風習などの教育には、ベルモン神父が派遣されてきた。この33歳の神父は、博士号を取得し、図書館出所でもあった。神父は、アントワネットの信頼を勝ち得たが、 学科の勉強はあまり成果が上がらず、5分以上、集中させることもできなかった。彼女は、家庭教師を手名付けて、勉強を回避する術を心得ていたため、学科ではなく、楽しいおしゃべりへと仕向けるのだった。ベルモン神父は、中仏オーストリア大使、メルシアルジャントへ次のような手紙を当てている。少しの怠け心と多くの軽薄さのために、私の教育は、 困難なものになっています。最初の6週間、私は文学の基本を教えることから始めました。答えがわかっている考えを紹介している間は、私の言うことをよく理解します。ほとんどすべての場合正しい判断をしますが、一つの主題を深めることに慣れさせることはできませんでした。ベルモン神父はアントワネットに宿題を課すことや、 まとまった講義をすることは早々に諦め脈絡のない会話をするしかなかった。フランス語については確実に進歩していったが知識や教養は非常に心もとなかった。マリア・テレジアはアントワネットの性格を次のように把握していた。私はあの子の性格に多くの軽薄さ、熱意の不足、自分の意志を押し通そうとする堅なさを認めました。しかも 誰かがあの子に意見をしようとすると、それを巧みにかいくぐる術を身につけているのです。アントアネットの教育がいかに不完全であるかをよく知っていた母、マリア・テレジアは、このままでは、娘は破滅するかもしれないとさえ心配していた。マリア・テレジアは娘に、フランスで生活するにあたっての基本的心構えから、始まり、ファッション、ヘアスタイル、読書指導、 さらには、普段の生活態度に至るまで、ギャンブルはやめなさい派をちゃんと磨きなさいなどと、細かい注意を伝えていた。しかしアントワネットは、フランスではみんなこんな風ですと言い訳することが、多かった。アントワネットは、ルイ15世の死から4日後には、王妃になれた幸運を無邪気に喜び、母親へ次の通り書いた。神様は私を、 名門の大公女として生まれさせてくださったのですが、ヨーロッパで最も素晴らしい王家のために、あなたの末娘である私を選んだ神の配慮に散々せざるを得ません。これに対して、マリア・テレジアは、王妃の務めについての自覚が足りない娘の行く末を危惧していた。マリア・テレジアの語ったところでは、いずれ娘は、 完璧に偉大な存在になるか、非常に不幸になるかである。そして娘の美しき日々は終わったと私は思っています。と語った。祖父である、ルイ15世だけには逆らえなかった、アントワネットだが、祖父という、重しが取れると、これから宮廷を取り仕切るのは大ひたる自分であると思うようになり、宮廷をもっと住みよい場所にしようとした。宮廷では、 アントワネット主催で定期的に舞踏会が開かれるようになった。パリからプロの劇団を招いて宮廷で上演することは以前から週2回行われていたが、アントワネットはそれを週3回に増やした。しかし劇好きな彼女にとってはこれでもまだ不足であり、しかも宮廷ではオペラは上演できなかった。そのため舞踏会、劇、 オペラなどのため頻繁にパリへ出かけた。夫である、ルイ16世が同伴していれば問題はなかったが、夫は、こうした遊びを好まず、アントワネットも若い気候師たちと行くことをずっと、楽しんでいた。しかも彼女は、お忍びで頻繁にパリへ遊びに行き、帰りはよく明け方になっていたため、人々から相当の品宿を買った。他に、競馬や賭博にも熱中しており、 掛け金が大きかったため借金をすることもあった。王妃は一番美しい女性であらねばならぬという思いがある。彼女は流行の最先端を行こうともした。デザイナーのローズベルタンと相談し、次々に新しいファッションを打ち出した。パリの上流夫人たちは必死に王妃のファッションを追っていたが、このままでは破産する。と投げ出す人物もいた。アントアネットにとって、 プチトリアノンは自由な空間であるだけではなくもっと自然である必要があった。そこでは牛、羊、ヤギ、鳥、豚といった動物が飼われたがこれらは非常に丁寧かつ清潔に飼育されていた。アントワネットにとって自然は清潔でいい香りがするものということが当然の前提とされていた。トリアノンの一連の工事事業には土木、造園。 建築関係業者に加え、一流の芸術家や優秀な工芸職人が大量動員された。その庭園の注意書きには、国王の命によりではなく、王妃の命によりと書かれることになった。トリアノンはアントワネットにとって、理想の世界、または、夢を実現させた世界だった。そんな、トリアノンの女王であることは、彼女の評判をさらに下げた。 かかった費用が大きかった上に、人々は、彼女が、ベルサイユ宮廷の王妃であるべきだと思って、いたからだった。首飾り事件では、ロアン数奇卿に、無罪判決が出たため、世間の疑惑はアントワネットに向けられた。彼女がロアンを利用し、首飾りを手に入れたのではないかと疑われた。彼女は激怒して、泣きくれ、フランス全体について公正な判事たちを見つけることが、 できなかったと非難し、急に、フランス嫌いになった。首飾り事件は図らずして、絶対君主制の凋楽の一端を世間に晒した。フランス革命の本格的始まりは1789年7月14日、バスティーユ牢国の陥落であるとされる。しかし革命的雰囲気が醸成されたのはそれ以前のことで、 1787年2月に開催された名司会がきっかけだった。名司会は財政問題に対処するため、ルイ16世によって召集された。国家財政が危機的状態にあることは、ルイ16世即位当初から政府内では意識されていたが、ほとんどの人々はそうではなかった。アントワネットもその一人で、後に財政状態がそんなに悪いことに、 どうして私が気づくことができたでしょうか私が5万リーブル要求すると、10万リーブル持って、来る、という風だったのですもの。と語っている。こうしたベルサイユ宮廷の人々は、従来の世の中が、いつまでも続くと思っており、既得権益を、さらに増大させようとしていた。1787年頃、アントワネットは以前とは異なり国全体について、考え、 剣約もするようになったが、その頃には赤字夫人と呼ばれるようになっていた。パリでの評判があまりに悪くなっていたため、警視総監は不足の事態を恐れ、彼女にパリにはおいでにならないようにと警告した。パリで武装を放棄したブルジョアによってバスティーユ陥落が起こり、ルイ十六世はパリとの和解の道を選んだ。マリー・アントワネットは夫にもしものことがあったら、 国会に避難しようと思い、国会で読み上げる、声明書を作成し、天において結ばれたものが地上でバラバラにされるのを、許してはなりませんなどと朗読を練習した。1790年5月頃のアントワネットは、ルイ16世を、唯一の指導者と呼びながら、希望的観測を持ってもいた。この不幸な人々に信頼感を持たせなければなりません。私たちに対して、 不信感を持つように、そして、それが持続するように、随分と工作がなされてきたのですもの。人々を、私たちの方に引き戻すには、忍耐の限りを尽くし、私たちの意図の純粋さを知らしめるしかありません。人々は遅かれ早かれ、自分たち自身の幸福のために、唯一の指導者と共にあることが、どんなに大切かを知ることでしょう。過激派批判。 反民主主義アントワネットは、パリの人々の他に、亡命貴族の動向も気にしていた。早々に亡命し、外国を拠点とした貴族たちは、武力で革命を潰そうとしていた。彼らはアントワネットを、民主主義者とみなしていた。彼らのような反革命家にとって、民主主義とは、ののしりの言葉である。アントワネットとしては、やむを得ず、革命に協調的態度をとっていたが、 反革命家から見れば彼女は革命に組みしているのだった。一方アントワネットは少しでも進歩的な人物であるなら誰でも過激派と呼んでいた。例えば王家のために様々な尽力をしたラファイエット公爵を彼女は革命家として嫌っていた。確かにラファイエットは啓蒙主義から影響されフランスに自由を打ち立てるために革命に参入したが 彼はあくまでも君主制を当然の前提としていた。ラファイエットは革命前から両世界の英雄として有名だった人物であると旧世界のこと。革命前にベルサイユ宮殿の舞踏会でアントワネットは彼とダンスしたこともあった。亡命貴族たちは革命に対して主樹の挑発を行っていた。こうした行動をアントワネットは非常に迷惑がった。 彼女が亡命貴族たちと連携しているのではないかと革命家から疑われパリでの王家の評判が悪くなるからだった。君主主義、反革命、フェルセン・アントワネットとルイ16世はミラボーを頼る方が現実的だったが、二人はこれまで通りフェルセンやブルトゥイーを一番頼りになる味方として信頼し続けた。ミラボーは 革命に拒した上での君主権強化を考えていたが、フェルセンたちにとって、君主権強化とは、革命を否定した上で成り立つものだった。バスティーユ陥落以降、アントワネットが、友人と信じていた人々は次々に去っていったが、フェルセンは残った。国王一家がパリへ移されてからは、アントワネットにとって、フェルセンの政治的重要性が増し、二人は、 毎日のように会うようになった。恋する女にとって愛しい男の意見に従おうとするのは珍しくない。アントワネットは彼の政治的意見を最重要視するようになったが、それは君主制にとっていい結果をもたらさなかった。バレンヌ逃亡事件1791年5月6日付の手紙でアントワネットはメルシーへこう語った。身を滅ぼすにしても、 それは栄光を伴うものでなければなりません。私たちの義務、名誉、宗教のためにできることは、すべてした上でのことでなければなりません。アントアネットについてラファイエットは危険の中にあっても、危険を回避することよりもむしろ美しくあることを考えると語っており、これは彼女の本質をついている。アントアネットは、敗北を認めず、仮に破れるとしても、 美しく破れることを目指していた。アントアネットは政治的教育、訓練を一切受けたことがなかった。彼女は政治的状況を冷静に分析して方針を出すということはできなかった。彼女の方針はもっぱらから導き出されていた。王家のためを思って彼女が打ち出した方針は多くの場合、王家にとってマイナスの結果に終わった。その最たる例が、 このバレンヌ逃亡事件とされている。アントアネットは自分たちが成功するだろうという期待感や心情の中で動いていた。君主が重木に変装してまでも逃亡しようとしたことに人々は憤慨した。国王は外国の軍隊に頼って革命を潰そうとしているという噂が一気に信憑性を増すことになった。この逃亡事件をきっかけに君主制廃止の声が フランス全土から湧き起こった。それまでの君主は空気と同じように自然であり不可欠であるはずだった。しかし、君主がいなくなった5日間、人々は変わらず生活できており、火は昇って沈んだ。君主がいなくなっても国はなくなりはせず、別に困りはしないということを君主自らが証明してしまった。アントアネットはピルニッツ宣言によって、 ヨーロッパ諸国が軍事力を誇示し、フランス人を震え上がらせることを望んだが、この宣言は火に油を注いだ。革命が潰されて、身分制度的差別や領主への年貢が復活することを、一般のフランス人は極度に恐れていた。ゆえに大多数のフランス人は、何としてでも、革命を守ろうとした。アントアネットは、軍事的に革命を屈服させ、 君主権を再確立したいという思いの他に、自分へ数々の無礼を働いた、不定の輩を処罰したいという思いもあった。国王のもとに結集する良き、フランス人によってフランスは平和になる、と彼女は無双していた。憲法を、立憲君主制君主は、神から国を統治する権限を委任されたとする、王権神授説は、革命によって否定された。 バレンヌから帰った当初は、君主制廃止が議論されていたが、一応混乱は収束され、立憲王政が成立した。アントアネットは、近代的な憲法を受け入れるふりをしたが、本当は彼女にとって、憲法とは抱きすべき、作品実行不可能なバカバカしいことの連鎖であり、君主国に不幸や滅亡をもたらすものでしかなかった。彼女の見るところでは、 革命前の絶対君主制が正しく、人民主権は絶対に容認できなかった。人民が君主の上にあるような人民主権は誤りであり、君主が人民の上にあることが正しい秩序である、というのが彼女の考えだった。スピネットヒクマリーアントはネットハープを奏でる、王非常期の通り、ウィーン時代にぐるっくらから音楽を教わっていた。 また彼女が7歳だった1762年9月、各国での演奏旅行の途上、シェーンブルン宮殿でのマリア・テレジアを前にした、午前演奏に招かれたモーツァルトから、プロポーズされたという音楽史上よく知られたエピソードも、持つ。また、彼女が1774年1月30日に、オペラ座で、フェルセンと出会った時に二人は音楽について話し、 グルックが好きという点で一致したというエピソードが残っている。後年、ルイ16世の元についでからもハープを学そうしていたという。タンプル島へ遊兵された際もハープが持ち込まれた。歌劇のあり方などをめぐるオペラ改革の折にはグルックを擁護し、彼のオペラのパリ上演の公演もしている。なおマリー・アントワネットは作曲もし、少なくとも十二曲の歌曲が現存している。 彼女の作品の多くはフランス革命時に焼き捨てられ、ごく一部がパリ国立図書館に収蔵されているのみである。近年では、セモンアミなどの歌曲が CD で知られるようになった。2005年には漫画、ベルサイユのバラの作者でソプラノ歌手の池田里代子が世界初録音9曲を含む12曲を歌った CD、ベルサイユの調べ。 マリー・アントワネットが書いた12の歌をマリー・アントワネットの誕生日である11月2日に発売し、この曲が2006年上演の宝塚歌劇ベルサイユのバラで使用された。このマリー・アントワネットの曲集は日本で世界初の楽譜も出版された。マリー・アントワネットが幼少期を過ごしたオーストリアには当時から入浴の習慣があった。母。 マリア・テレジアも幼い頃から彼女に入浴好きになるよう教育している。入浴の習慣がなかったフランスへ嫁いだ後も彼女は入浴の習慣を続け、遊兵されたタンプル島にも浴槽が持ち込まれたという記録がある。入浴をする習慣は大衆を消すという目的が主だった香水に大きな影響をもたらした。マリー・アントワネットは 当時のヨーロッパ貴族が愛用していたムスクや動物系香料を混ぜた非常に濃厚な東洋風の香りよりもバラやスミレの花やハーブなどの植物系香料から作られる軽やかな香りの現代の香水に近いものを愛用しこれがやがて貴族たちの間でも流行するようになったもちろんこのお気に入りの香水もタンプレ島へ持ち込まれている家具に非常に興味を持っており 世界中から、たくさんの木材を取り寄せた。マホガニー、黒ンシタン、ブラジルサンローズウッドなどを使い家具を作らせた。サンゴや、銀も、家具の装飾用として使われた。ドイツ人家具職人を多く抱え、類16世様式の家具を多く、貴族に広めている。また、日本製や中国製の家具や、漆工芸品をとても好んでおり、マリアテレジアからも送られている。 これらは、現在も、ルーブル美術館に展示されている。麦わら帽子に、モスリンのシュミーズドレス姿の王妃当時の貴族女性は、相手が驚くようなヘアスタイルを競っていた。アントアネットも王妃になって間もなく、ローズベルタンという新進ファッションデザイナーを徴用する。ベルタンのデザインするドレスや、髪型、宝石は、フランス宮廷だけでなく、スペインやポルトガル。 ロシアの上流階級の女性たちにも流行し、アントワネットはヨーロッパのファッションリーダーとなっていった。何より女性たちの視線を集めたのがその髪型で、当初は顔の1.5倍の高さだった森髪スタイルは徐々にエスカレートし、飾りも草木先をつけた、庭ヘアや船の模型を乗せた、船盛りヘアなど、とにかく革新的なスタイルで周囲の目を引きつけた。 即位後最初の数年間を過ぎてからは、ドレスもヘアスタイルも簡素なデザインのものを好むようになった。この頃、ベルタンは、アントワネットのために、肌着として着用されていたモスリン生地や綿生地の、シュミーズをパニエを着用しない気軽な普段着に、アレンジした、シュミーズドレスをデザインしている。また、アントワネットは、パステル調の色彩を好み、 特に青を好んだといい青いドレスをまとった肖像画が多数残されている。身長は1 5 4トル裁縫師のエロフ夫婦人の日誌によると、ウエストは58から5 9トルバストが1 0 9トルで、当時のモードに合った体型であった。一方で、30歳の時にはかなりふくよかな体型だったようで、その豊満さんを追い隠すような、 ギリシャ風の装いを考案している。エロフ夫人が測ったところ、コルセットで58センチメートルまでウエストは締め付ける。ものの、バストは112センチメートルを超えていたという。顔は、ウリザネ顔で額が広すぎ、鼻は少しわし花気味で、顎がぼってりし、ハプスブルク家の下唇と言われる特徴があった。しかし、輝くばかりの真珠のような白い肌と、 眩い金髪を持つ魅力的な容姿であった。教育係であったド・ベルモン神父はもっと整った美しさの容姿を見つけ出すことはできるがもっと心よい容姿を見つけ出すことはできない。王妃の故障であったド・ティリー男爵は美しくはないが全ての性格の人々を捉える目をしている。肌は素晴らしく肩と首も素晴らしかった。これほど美しい腕や手は その後二度と見たことがない、王妃の御用画家であったルブラン夫人は、顔つきは整っていなかったが、肌は輝かんばかりで、透き通って一点の曇りもなかった。思い通りの効果を出す絵の具が私にはなかったと、述べている。身のこなしの優雅さでも知られ、前述のドティリー男爵は、彼女ほど天下なお辞儀をする人はいなかった。ルブラン夫人は、 フランス中で一番立派に歩く婦人だったと述べている。マリー・アントワネットとマリー・テレーズ王女、ルイ・ジョゼフ王大使4人の子供のうち3人は妖精。長女マリー・テレーズは1799年結婚して夫と添い遂げ、子女の中で唯一、天寿を全うした。マリー・テレーズは結婚15年目の1813年1月に解任したが、流産。 その後は妊娠することがなく、子供を残していないため、子孫はいない。ノンフィクション、表伝一時資料フィクション、文学日本語で発行された書籍のみを記す。ありがとうございます。